の皆さんのカラオケ練習用として使ってみてください。男性オリジナルキーを女性用キーにするために、マイナス4にしましてカラオケを流します。男性オリジナルキーをマイナス4です。女性の皆さん練習してみてください。